どうも、そのドランディスタです。はい、今回ですけども、ネクステ第1回人気投票、何からいくかっすね。じゃあ、まいさん、まあでも一番最初は、はい、あなたの一番の推しメンバーは誰ですか？3位、3位はね、言ってもまあもう、1846票。あー、でもまあ僅差だね。そのドランディスタ、表に出さないんですよ。ああ、ミッキーもなんですよ。結構あ、あ、表に出しちゃいけないんで。なるほどね。え、めっちゃ嬉しい。やったー。やったー。いやー、3位。めっちゃ嬉しい。まずまず理由ちょうだい。そういえば言ってなかったわ。理由かけてな。理由面白いが一番なんちゃうの、やっぱ。理由は言いますじゃん、圧倒的面白さ。あ、主に賞金レースの時に多く見られる金くず感が面白くて、より動画を引き立ってるように感じるっていう。あ、ね、キャラが立ってるってことなんで、結局ね。まあ、そういうことか。よかった、金くずで。いや、嬉しいな、これ。嬉しいっすね。いや、嬉しい、嬉しい。結構波乱ですね。だって、ラッキーがまだ呼ばれてる。そうよ、確かに。俺、ワンチャン最下位だから。いやでも前さんいるからな。おもろいのがやっぱこれ本当に違うよね。え、違うの。普通のファン投票とは、うん、違う。このヒカルチャンネルってテリトリーの中でっていう。確かにこれおもろい。いや、いいですか。そろそろ頼むよ。逆に一番興味がないメンバー。うわー、これ6位1290票。えぇ、1290票入ってんの。こっからもう絶対ロケマスなんて順当にいけば。確かに確かに確かに。いや、そんなに言いますよ。ソーマトランジさん。うわー、マジで。あれなんや、逆に聞いたら、っていうことだよね。2番人気票が強いですよ。なるほどなるほど、そういうことです。なるほど。ロケバスはめっちゃ押されてるっていう。1個しか書かれてないんですけど。1個だけ、1個だけがここで多分選ばれたやつ。ピックアップだけど、清潔感がないしタンクトップ嫌だ。いや、興味ない理由だよね。それ嫌いな理由だから。興味もあるやん。確かによく知ってるもんね。清潔感ないのもね、興味ではないもんな、それ絶対。でも相馬さんは興味持たれてるってことだよね。いや、ありがたいですね。やっぱ結局、目を引いてるってことですね。うわー、引かざるを得ないし。これはでもすごい。いや、嬉しい。逆に聞くと、新しい景色見えるから。それはおもろいわ。おもろいな。次の結構面白い。なんですか。一番面白いと思うメンバー。うわー、終わった。これは終わりだわ。さっきのね、順当に行ったら当たったけど。いやー、これはもう、強いっしょ。嫌な予感する。いや、もう俺も嫌な予感しかしないです。1位、9300。うわー、入りすぎじゃない。過半数占めた。やばやば。そのままトランジスタ。うわー、すげー。うわー、気持ちいい。気持ちいいよ。これはでもね、いや、まあまあまあ、そうやろ。間違いないなっていう。うん、前さん、理由なんか何か分かんないですけど、1個しか書いてないんですけど、わらかみがついているんじゃないかと思うくらい奇跡的ハプニングを起こすから。ああ、牧場とか。まず牧場ね。でもこれ多分ラファさんいたら結構ね、勝負分かれたくない。ああ、確かに。もしラファさんいたら。確かに、ラファさん、ラファさん絶対強いでしょ。強い。ラファさんめっちゃおもろいからね。ラファさん強いな。やっぱ笑いのエースですよね、本当に。だから3つでおける。うん、でも相馬さんついてあと5000票しかないですよ。うん、まあまあまあ、お分けやってくれ。やばいな。逆に一番面白さを感じないメンバーは誰ですか？なるほどね。これ順当に逆になるから。でも若干違うときある。まあ確かに。これがすごいとこですよね。確かに。これめっちゃつまんないって人も多いかもしれない。7位、356票。うわ、少な。そんな誰にした？強いな、やっぱ。じゃあ相馬さん強いわ。すいません、助かります。ここからちょっとなんか悪い理由が書かれてますね。一応ほらね、前さんやロケマサを下に見てディスるとき。あ、そうだ、ダメだって言われてますよ。どういう時で露骨に出てるよ。それが面白さじゃないから。まあそうですね、分からへん人に分からへん。なるほど、なるほど。じゃあ多分僕のファンからちょっと多分言われてます。その500票の人が入ってるかもしれない。あれ笑いって色があるからね。難しいですね。確かにね。一番イケメンだと思うメンバー誰ですか？
7位109票。うわ、少なっ。危ねえ。危ねえ。理由言います。トーマさんがかわいそうだから。本当は。え、どういうこと。え、どういうこと。ファンですっていう。ファン票で。ファン票で。あ、かわいそうだから。ファンですって。なんか最後にファンって思い出してるみたい。かわいそうだからってコメント読んじゃいかん。それ避けて避けて。ファンやから入れたいけど、イケメンとは思ってない。思ってない。まあでもこれで分かったのが、すごい信憑性ありますよね。まああると思う。多分本当に好きでもガチで選ぶイケメンとしたらっていう。そうそうそう。中身抜きで選んでる人多いじゃない。まだ間違いない。ガチだったな。びっくりした。じゃあ次行きましょう、行きましょう。逆に一番ブサイクだと思う。1位7200。ええ、ミッキー君と同じ人の場合。逆ミッキーなの。強すぎだろ。強。じゃあどういう理由、どういう理由なの。優しいね、これ。もっとあったんじゃうかな。いつもよく笑っていて、大食いの時以外かっこいいではなく可愛く見えてしまうので、強いて言うのは相馬さんかなって思いましたって。そういうこと。優しすぎる。あ、なんか可愛いってこと。孫うことなきブサイクって。孫うことなき。孫うことなき。いやー、でも圧倒的なブラキ。どこでそのブラキ使う時ある。断言したんだよ。孫う。あんまり俺プライベートで孫うことなき。孫うことなき。100人の個性ですね。まあまあまあ。面白さで振っちゃってるのじゃない。だから、面白が勝ちついてイケメンって思えないっていうね。いいことっすよ。いいことだね。いいことだね。やっぱね、尖ってない人間ダメだから。今ところでも、1位取ってるんで、そもそも。いや、そうそう。2位も取ってるし。あと前2人が取れば。まあ、この2人も取ってほしいからね。陰で努力してそうだと思うメンバーですね。じゃあ7位。725票。いやー。そもそもランジスタ。うわー、そうか。理由なんか一文で書かれてます。明るい人ほど影を感じる。いや、それは感じる。どういうこと。闇があるみたいな。どういうこと。だから陰で努力してるって1位って、そういうことですか。理由だからちょっとチョイスがよく分かる。相馬さんはなんかもうできて当たり前って。それはあれですよね。頑張ってるからなんかこう才能でこなしちゃってるんだって思われてるから。なるほどね。裏では別に何もしてないんじゃないかって思ってる人が多いから。天才ってみんな言われますもんね。なるほどね。まあ気持ちいいな。みんなありがとう。チームだな。チームだな。逆もありますから。だから逆確かに確かに。じゃあいきますね。逆に努力が感じられないメンバーは誰ですか。それそれ。5位1145票。これ全然もう全然全然よ。努力しとると思っとるんです、みんな。ただ強いて言うならっていうことだね。ヒカルさんの隣にいて甘い蜜を吸っている。でもそれがいい意味で存在意義なのかな。まあそれそういう、そのやっぱその花とかもね、やっぱそのミツバチが来るから受粉するからね。そう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 やって広がってから生態系って。地頭が良さそうなメンバーは誰ですか。でも確かにこれ本当にめちゃくちゃ良質なファンがやってくれたと。こんな見てくれてんだと思って。そうちゃんとしたファンじゃなかったら多分もっと偏るやん。間違いない、間違いない。人気投票じゃなくてちゃんと見てるわ。そうってことは俺ブスか。まあまあまあ、でもまあ俺ブス。5位3位いきました。1493票。ほんと僅差です。僅差。そんな感じでした。ありがとうございます。喋りにしたってまあ確かに。相馬さん頭いいイメージある。学力テストの時もそうだし、トークの発言の感じも書いてます。賢くなかったらこんな喋れへんもんね。確かに。回したりとか気持ちいいな。逆に頭が悪そうなメンバーは誰ですか。3位1416票。相馬さんでした。おい。相馬さんは昔からいい意味で頭ぶっ飛んでます。まあ確かにね。なるほどね。確かに変人って思われる。確かに。なるほどなるほど。変人票これ無人島に一緒に行くと。うわー、これ強いな。なりそうなメンバーは2位2911票。うわ、かなりくそ。相馬トランジスタ。えーなんだマジ。虫とか食べれる。何でもできるっていう。確かに。人が嫌なことでも快くしてくれそうだ。あ、まあそれもしてくれる。しかも経験値も高そう。その辺で確かに確かに確かに。どこでも生きれそうだし。確かに。採用タッグですね、無人島。じゃあ次いきますか。次逆に足手まといになりそうだから連れて行きたくないメンバーは誰ですか。6位1143。ちょっと上がるな。だいぶ。相馬トランジスタ。ええ性暴力してきそうだから。相馬さんダメですよ。相馬さん絶対するわ。ここまでで一番嫌な理由。それ最悪。最悪。最悪。絶対。俺無人島が性暴力一番ダメじゃん。最悪。最悪。俺のことそうやって見て。
てる人いるってことでしょ。まあそういうことですね。これは一番嫌だ。これ言われたくないわ。無人島で無理やりやって最低ですよね。最低。最低俺で絶対しねえし。本当に最低です。いやだしてないって。あの最低だと思う。ありえないですね。ありえない。今ちょっと怖い。多分今まで押し減りますよ。いやじゃあしゅうしょ俺やってねえよ。思われてるってことでしょ、うん、ワンナイトでもいいから抱かれてメンバー、ワンナイトカーニバルね、もうさっきのちょっとこれワンナイトカーニバルきついな。でもそういうイメージついてるんだ、性暴力のイメージついてるんでかなりフリーじゃない。でもそれはいやそういうこうド M の人もいるかもしれない。あー確かに、ね、うん、いるかな。4位次相馬さん746票。相馬さん何でした。マジで。あ、そっか既婚者だからな。あー確かに残り、そうだよ。理由、すごい記憶に残るエッチをしてくれた。あー、どうなんですか、あれ、もう忘れられないよ。実際そのままだったらノーマルじゃないですか、女の子。いやでも女の子の時は普通に丁寧ですよ、ただの。いやでも、だって笑顔なんですよね、でもなんか笑顔なんか笑っちゃうの。笑顔じゃないですか、笑っちゃう。で気持ちよく、ね、気持ちいい。それもらってる。これこれ俺どうやってもらっちゃったの。怖っ。怖いけど。それだけで忘れられへん。怖すぎでしょ。なんで笑ってるのって言われる。怖かったよ。楽しいからだよ。逆にワンナイトだけでも抱かれたくないメンバーは。じゃあ1位ダントツでした。ダントツですよね。7000がね。うぇー、入りすぎ。 7000。 相馬トランジスタ。理由、ニューハーフが頭に出てきて無理です。あー頭のイメージが強すぎるから嫌よな。あー確かにね。一番もだって結局ニューハーフと思ってやられたわけ。あーそういうことか。好きだからなニューハーフ。そこは揺るがない。そこはもうしゃあないですよ。しゃあないですね。そこは嘘ついてもしゃあないから。結婚するならどのメンバーがいいですか。じゃあ7位974票、相馬トランジスタ。はいはい、はい。自炊とかしてるのを見るといい旦那さんになってくれそうと思う。あと尻に敷きやすそう。あー、ね、それはそうだね。逆のね。じゃあ次、逆に結婚したくないメンバーは誰ですか。じゃあ1位、断トツ、断トツがまあそうですね、4085票。まあ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 、なんでだ。相馬トランジスタ、理由、説明不要、見たまんま。どういうこと。渡り続けるの。見た目が、説明書けって言ってる。説明書くとこや。まあもう見た目が嫌だった。やめてことなのかな。彼氏にするならどのメンバーがいいですか。825票。ええ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 なんで。だからもう結婚してらっしゃるんで。あーそこ、ね、皆様はね。理由、友達とかにも彼女って紹介してくれそう。裏で彼女の悪口とか言われてたら怒ってくれそう。そんなの紹介したことないけどな。絶対ないわ。うん、だってできたことねえよ。逆に彼氏にしたくないメンバーは誰ですか。第1位、4467票。あー相馬トランジスタ。なんでな。相馬って結構1位多いですね。多いですね。多いな。付き合っても風俗に行きそう。あー分かるなー。やっぱり言ってました。行きますもんね。行く。行く。それは行く。それは個性が強いっていうから多分。そういうこと。いろんなので1位取ってる。確かに確かに。個性が強すぎる。確かに。友達になるならどのメンバーがいいですか。確かに、友達、正直ぶっちゃけ自分ないんすか。これ1位でしょ。おお、友達でしょ、これ1位、4900。多いよ、強い。相馬トランジスタ。やっぱりね、やっぱりか。理由、友達としては最高。悩みを相談しても親身になって考えて答え出すし、毎日楽しませてくれること間違いなし。でもこれでもね、みんな気づいたけど、相馬さん LINE の返事めっちゃ遅い。めっちゃ遅いですよ。で、あと付き合いめっちゃ悪い。悪い悪い。そう、多分世間のイメージはそうなるかもしれない。全然そうじゃないです。なんで今下げるの。事実じゃないと否定しとかないと。やっぱりそうそう、変なね、イメージついちゃってる。ガチで一番返事遅いっす。いや、わかる。正直本メンバーなんか断トツ、断トツで遅い。ビビるぐらい。うん、ほんとみんなごめんね。マジで。唯一取ったプラスの位置で一気に下げてる。袋叩きに。来年投票されるやろ。しかも案外相談しても結局自分の相談になってるから。そんなことあるかな。最近金なくせみたいななるから。いやいや、そんな俺6万円金。あるかな。こんな袋叩きやん。いや、ほんとよ。まあでも嬉しいです、ありがとうございます。まあね。逆に友達になりたくないメンバーは誰ですか。6位、1198票。おお、僅差。相馬トランジスタ。ええ、
まあまあ、別に友達になってあげなくもないけど若干うざそう。めっちゃ上からだね。多分まあまあ、まあ、それが友達っぽさですね。まあ確かに、もう友達だもん。確かに。もう友達だ。近づける。うん、確かに。可愛いと思うメンバー誰ですか。おお、可愛い。可愛い。まあこれどうしちゃいます。まあまあ上位でしょ。これ強そうだよ。可愛いってるからね。俺結構可愛いんだけど。可愛い売りするんだ。可愛い売りなんだけど、可愛いを面白いが超えるんじゃないですか。じゃあ5位いきましょうか。そろそろしんどいよ。940票相馬トランジット。元気ってるいな。なんでなん。場の空気もめっちゃよくするし、何より甘え上手。あー、なるほどね。分かってるやん。逆に可愛さを感じられないメンバー誰ですか。いきますよ、次。2位2294票相馬トランジット。理由言います。可愛いとは思わない、ただのおじさん。ただのおっさんって書いてます。ただのおっさんって書いてあるの。可愛いと思わない。きつい今の。ついにヘビー級のズコーン来たな。暴力で顔のおじさんって言ったら犯罪者やろ。ただの。兄にするならどのメンバーがいいですか。5位600票相馬トランジスタ。ここからもうほぼ6ないやん、はい、真面目な時の相馬さん絶対欲しい言葉くれそうだし、親身になってくれそうなので。なるほど、兄感じゃないんだな。うん、友達なんだ。うん、逆に兄にしたくないメンバーは誰ですか。えこんなんどっちでもいいもんな。うん、兄7位667票。これもういいんじゃない。もう意味やるこれ。やらへんこれ。てかどうでもよくない。兄さんこれどうでもよくない。兄さん面白い理由あるんですか。面白い理由どうでもいい。面白いけど別になんかこれどうでもよくない。兄したくない。ケツとか俺らも兄になりたいわけじゃないやん。確かにね。じゃあ次弟にするならどのメンバーは。まあまあまあそれはこれやります。それもだからもうパパッと1位だけ。そんな別にショックでもないし。兄にしたくないランキング1位だけ聞いておきましょう。したくないランキング1位。はい、兄相馬。なんでなん。なんでなん。呼び捨てだし。トランジスタが上がった。相馬だよ。じゃあ理由でも言っときます。友達だったら面白そうだけど兄ならうざい。分かるわ。これは別にね、どっちでもいいやん。弟も結構どっちでもいいやん。どっちもいい。尊敬できるメンバーは誰ですか。じゃあ2位いきます。820。それ聞く意味ある。相馬トランジスタです。嬉しいけど。まあ、無茶利やん。まあでも800って、はい、どんな相手ともコミュ力を発揮できるかっていうですね。モテそうなメンバーは誰ですか。6位じゃ行きましょう。228票相馬さんです。会話上手、人を楽しませてくれる。なるほどね。じゃあモテなそうなメンバー1位だけ行きます。全部1位だけでいいんじゃん。1位だけじゃん。トップ3だといいんじゃん。トップ3。1位が6016票多いな。相馬トランジスタ。面白さでモテるんだろうけど、動画界では面白さないのかなって思う。なるほどね。多分緊張して喋れないと思うから。動画のままならモテますよ絶対。なるほど、励まされてるよね。YouTuber 愛が一番強そうなメンバー。これはもうこれは2位2990票。お強い。すごい取ったやん。相馬トランジスタ。まあ好きですね。YouTube ないとここまで光らなかったと思うから、 YouTube ちゃんと書いちゃって。あれ？ちゃんと書いちゃって。なんで毎回怒る？なんで怒るんだろう毎回。まあでもありがそうですよ。お母さん目線なんじゃない？感謝してる。感謝してます。ちゃんと。してますしてます。感謝しかしてないです。本当に。優しそうのメンバー誰ですか？4位はもう僅差で相馬さんです。ああ。なるほどね。優しそうのメンバー。これはちょっと一回だけ。一回だけいいと思います。あ、一。東京生います。1万2990。やろっかっすな。マジでそんな全く臭くないですけどね。まだイメージだからね。イメージ。あ、でもタバコのストとか。それはあるわ。タバコの匂いもでかいと。確かにそれはあるわ。6でもない父親になりそうなメンバー誰ですか。6でもないか。これやだな。15160。めっちゃ多い。相馬トランジスタ。そうな目やん。やばいじゃん。言います。変なこと教えそう。
他人に興味がなさそう。あ、まあ、確かにな。子供の教育力良くないな。あ、まあ、確かに。それは言ったこと確かに。まあ、確かに。それはそうだな。はい、じゃあもうラストです。ランキングは。ラスト、ラストなんだ。はい。夜の営みが下手そうなんだ。いやー、これ嫌だな。これ嫌だな。これ、どうしよう。ベスト3いきます。最後。まあ、3位から。3位からいきます。3位からいく。うん。3位、2935票。結構入ってるな。相馬とランジさん。相馬さんより下がいるってこと。いや、そういうことそういうこと。俺より下手だと思ってる。うわマジで。いや、やだな俺。マジで。きついぞ。だって俺ワンナイトでは最下位だったわけだから、はい、ってことはワンナイト別に俺よりも下行きが下手だろうなって人だからね。 うわちょっと嫌だね、これ嬉しいな。下手って生まれ嫌やもんな。いや、そうよね。ほんとシンプルです。早漏だからって書いてます。あー、そう思われてると思う。あ、そもそも早漏なんですか。まあ結構早めではあるか。はい、うん、ということでこれで終わりですね。最後総合ランキングです。じゃあ6位相馬とランジさん。あまあでも思ったより結構冷静だったけどね、全部。なんかもっとファン目線なのかなと思った。ああ、私気使ったりとかね。そう、結構意外と気使ってないから、こんな臭そうに集まるの。確かに。一番人生が臭くて、面白くて、性犯罪者っていう。最悪や。最悪です。でも面白くない、かっけしない。確かにね。いや、俺面白くなかったら、女だよ。あとブサイクって後から言うの。あとブサ。あとブサ。ブサゴ、ブサゴ、ブサゴ、空港みたいな。ブサマイマレーじゃん。ブサマイマレー。後ろ向きブサイク。反転ブサゴ。反転ブサゴね。よかったよかった。本当本当人知ら、俺がトマトライン知ったか。本当本当人知ら、ほにゃらパンツ加えてピッツァ。ホンツンホンツンフンツラ俺がトーマトラインズリアナベンステージ。